沢出でーす。私が大好きなもの、それはランダムくじ。そして私が大好きなカフェ、それは米田コーヒー。今回は米田コーヒーの一番くじが出たということで10回引いてきました。この一番くじ、コーヒーどころ米田コーヒー店毎日くつろぎタイム、こちらが5月の25日土曜日からやってたんだけど、1回700円で、主にファミリーマートとか、まあそういうコンビニとか、と書店、ホビーショップ、厳選等々にね、置いてあるらしいんですけど、私ね、米田コーヒー大好き。米田コーヒーさんの何がいいかっていうと、まず店内、木をベースにしてるので、非常にホッとする空間。そしてね、なんかソファーも赤いベロアみたいのを使ってるんだけど、それもなんかおしゃれだし、座り心地も良くて、Wi-Fi が強いです。普通に動画もアップロードできる。なので、当たり前に YouTube とかも見れるし、ゲームもできる。で、各テーブルにね、必ずコンセントがある。これは本当に YouTuber さんからしたら、ありがたすぎる空間。私もお家で集中できないときは、必ず米田コーヒーを利用させていただいております。いつもありがとうございます。大好きです。ということで、そんな私が大好きな米田コーヒーさんから一番くじが出たということで、やるしかないよね。今回の米田コーヒー一番くじのラインナップなんですけれども、注目の A 賞、こちらカツパンクッションです。これめっちゃ可愛い。カツパン私ももちろん店内で食べたことあるんですけど、めっちゃ大きいのよね、米田コーヒーのフードって。量も多くて、もう本当にシェアするのが一番いいサイズ感の、あのカツパンのクッション。B 賞、プレートセット。これなんか実写のミックスサンドがプレートに乗っている、その大きいサイズのプレートと、米田コーヒー行ったらね、必ずもらえる豆菓子のデザインの小皿、メラミンプレートの2枚セットだそうです。 C 賞、お手拭き風バスタオル。これかわいいね。綿 100% 仕様なので、手を拭くだけじゃなくて体もしっかり拭けちゃいます。これ使えそうで、D 賞はマーカーメタルチャーム。これめっちゃ可愛い。おなじみのメニューがマーカーメタルチャームになりましたということで、その傘とかペットボトルなどのその自分の目印にできるらしいです。これ可愛い、実用的だし。でこれはね、全6種類で、ランダムになってます。うずくねー。ということで、 E 賞はファブリックコレクション、巾着ハンドタオル、ダイカットハンドタオルで、これは全6種類あるんですけど選べます。で、F 賞はステーショナリーコレクション。これかわいいわ。なんか正直さ、ハズレがないよね。これ当たったら嬉しいなはあるけど。で、今回の一番くじのラスト1賞が、このダルマグラスライトらしいです。これかわいいね。はい。ということで、以上が、ラインナップの紹介なんだけど、私が行ったのがね、発売日の翌日だったんだけど、全くない店舗と、結構余っていた店舗があって、私はね、割と余ってる店舗で引いたので、さすがにラスワンを狙うことはできませんでした。なのでダルマグラスはありません。で、みんなが狙ってる A 賞、 B 賞、 C 賞があったかなんですけど、1個ありました。 A 賞、 B 賞、 C 賞のいずれかを引くことができました。それはですね、こちら、じゃーん、 B 賞のプレートセットゲットできました。まあカツパン欲しかったけど、正直 ABC どれか引けたら最高だなと思ってたの。アイドルの一番くじとか好きでやるんだけど、用意数のね、少ない賞ってほぼ引けないのよね。10個買っても本当引けない時は引けないし、ほぼF とか D って終わっちゃうこともあるんだけど、奇跡的に B 賞ゲットできました。これ可愛いよ絶対。ちょ、開けてみます。じゃーん、あー可愛い。可愛い。まずこのミックスサンドの実写、これ超可愛くない？いや、ミックスサンドは食べたことないんだけど、すごい、これも分厚くて美味しそうだね。あと米田コーヒーでもらえる豆がデザインされているちっちゃいプレートです。これね、レジ横で買えるのよ。10個で100円とかかな。でも1個10円、安いよね。こうやって小皿に乗ってドリンクを1杯頼むと、
一つくれるんだよね。これ美味しいよね、コメダの豆。メラミンプレートだから電子レンジの使用はできないんだけど、なんかあの来客があった時にお菓子乗せたりとか、あとまあそれこそこういうパンを乗せたりするのにちょうどいいよね。この小皿はお寿司食べる時の刺しチョコで使ってもいいし、小物を置いてもいいかもね。なんか玄関とかにアクセサリー置いたりとかしてもかわいそう。なんか使い方はいろいろできそうなメラミンプレート。え、超かわいい。当たりかも。クッションとかタオルよりも実用的で使えるかもしれない。よし、よし。やったー。ということで B 賞ゲットでした。あとは、あのさっき紹介した D 賞、E 賞、F 賞かな。じゃあ、F 賞から紹介しようか。綺麗にそれぞれ3点ずつです。で、まず、F 賞はステーショナリーコレクションなんだけど、これマジ当たり、普通に。ほんとマジ外れなし。ファイルとメモ帳とノートがあったんですけど、それぞれ選んでみました。まず、これ。これめっちゃいいよ。表紙に金ピカの文字で米田コーヒー店って書いてあるリングノート。中のデザインもかわいい。米田コーヒーのちゃんとイラストも入ってて、シロノワールのイラストも入ってて超かわいい。これ良いな。普通にページ数もあるし、日記とか書くのに超良さそう。え、これ使おう。え、これかわいい。で、あとね、これダイカットメモ、これラスワンにもなってるやつだ。あー、かわいい。超かわいい。あー、ちゃんと中もあのカラーのものになってます。なんか使うのもったいないね、こんだけかわいいと。お手紙書いたり、なんか置き手紙するときにも良さそう。超かわいい、これで。あとはね、もうこれめっちゃ欲しかった。多分これ大人気で、あと一つしかなかったの。危なかった。じゃーん、クリアファイル2種です。まず、コメダコーヒーの定番ドリンクのイラストが描かれたもの。これおしゃれ。で、私がもう絶対に欲しかったのが、メニューのデザインのやつ。実際に店舗にあるメニューとまんま同じ。ドリンクメニューと、このデザートメニュー。裏は、スナックメニュー。ちゃんとね、モーニングのメニューも記載されてんの。これ熱いよね。コメダさんのモーニングは、その11時までに入店してドリンクを一つ頼むと、そのドリンクにあのパンがついてくるっていうね、超お得なモーニングなんだよね。で、私はね、絶対まずトーストを選ぶ。で、手作り卵ペーストでいちごジャムをいただいてます。これが私の定番メニューだね。で、ドリンクはね、だいたい私はアイスのミルクコーヒーを加糖でいただいて、それをたっぷりサイズで注文してます。普通のサイズのなんだっけ 1.5 倍の量で、あの超お得なんだよね。で、編集するときってだいたい 2,3 時間滞在するから、たっぷりじゃないとね、足りなくなっちゃうんだよね。クリアファイルがもうこれ可愛すぎるね。これは米田好きにはたまらないデザインです。続きまして、いい賞。こちらはですね、タオルになります。で、3種類選ばせてもらったんで、いろんなのをチョイスしてみました。まずはこちら、さっき言ってたあのモーニングメニューのタオル。かわいい。しかも私がチョイスするものがちゃんと描かれてる。形もかわいいから引いても良さそう。タオルっていうか、なんていうの、ここ引いとくやつ、ミニタオル。こういうデザインです。コメダさんのロゴといろんな種類のマグカップが描かれております。あとはこういうロングタオルもありました。これもね、実写で可愛いんだよね。サンドイッチとコーヒーとデザートとホットスナックが描かれてる。なんか生地感はちょっとテカってるものだから、あんま水分は拭き取れないかもしれない。吸収力は悪そうなんだけど、でも薄いから小さいカバンに入れるのとかにちょうどいいかもしれない。これも可愛いよね。なんかマジでハズレがない。一個一個のデザインが可愛すぎて、こんな感じでした。 D 賞のマーカーメタルチャームなんだけど、これが全部で6種類あってランダムになってます。で、いや、マジでどれでも可愛いんだけど、特に狙いなのはコーヒーのマグカップかな。マグカップ、ブーツクリームソーダ、あと白ノワールが来たらめっちゃ嬉しいかも。その3種類が来てくれたら
最高。まあ、もう正直かぶりがなければもう何でもいいということで、ランダム引いていきます。これ結構でかいのかな。なんか勝手にちっちゃいの想像してたんだけど、かなりでかいかもしれない。まず一箱目、さあどうでしょう。来い、でーん、おーやったー。狙い出ました、マグカップデザインです。結構大きいね。傘とかペットボトルの蓋の目印としてつけたいときはここのリングを使用して、これ外せば普通になんかカバンにつけたりするチャームにも使えるんだ。かわいいね。これ700円いいの。2個目いかせていただきます。さあどうだろう、いきます。ドゥン、これ何。あー、こちらあのアイスのマグカップですね。でも私タップルミルクコーヒーアイスで頼むからちょうどいいわ。私がいつも注文するあの商品のマグカップということで、当たりでしょこれ実質。どこにつけようか迷っちゃうね。では最後引かせていただきます。いやー、白ノワールかこのクリームソーダ来てくれたら超嬉しいんだけど、でも被らなければいい、かぶりなしでお願いします。じゃあ最後いきます、せーの、おい、あーこっちか。最後はこのだるまドリンクでした。でもかわいいね。かわいい。ちょっとペットボトルあるかな。あ、こういうことか。あーかわいい。最近ジム通っててペットボトルマストで持っていくから、そういった時の目印に良さそう。あとさ、サウナとか銭湯行った時にさ、ペットボトルを共用の棚みたいな場所に置いておくじゃない。その時とかさ、なんか誰かと混ざっちゃうの怖くない。これつけとけばすぐ私のやってなるから、間違えて飲まれることとかもないし良さそう。3つあるから1個はこれペットボトル用にして、もう2個これは車に積んでいる傘と日常使いしている傘に1個ずつつけようかなと思います。いやー可愛いな。なんでコメダコーヒーってこんなおしゃれなんだろうな。すごいよね、なんか商品の一つ一つのデザイン性っていうかさ、こういう景品になった時にめちゃくちゃ可愛いのすごくない。遠征でさ名古屋行くとコメダコーヒー入っちゃうもんね。特にさ、その現地のコメダコーヒーと近所にあるコメダコーヒーなんか違うかって言われたら、全然あの店内もメニューも全く変わりないんだけど、でもなんか本場のここが発祥なんだって思って入っちゃうよね。はい、というわけで今日はコメダコーヒーの一番くじを10回引いてみたという動画でした。あの皆さんの近所にね、まだあったらぜひ引いてみてください。もうドルが出ても超可愛いんで実用的だし、チェックしてみてね。というわけで今日の動画を見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いいたします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。さよならー。